皆さんこんにちは、ピンソーラーザルです。満席ロックです。よろしくお願いします。お願いします。重大なお知らせがありません。あのさ、うん、YouTuber ってやつはさ、うん、なんかにつけ重大な発表をしがち。確かに重大じゃないのに重大発表しがちやん、うん、でもさ、ぶっちゃけ重大じゃないものを重大発表や言うてやったら、うん、あかんと思うやん。そうやな、サムネ詐欺やん、うん、そんなことを我々はやりたくないわけです、うん、だから我々は重大発表はないんですよ。ない、ないね。ないと思うんです、うん、だからサムネも重大発表がありませんって書いてあるんですよ、うん、だから今から今年1年あったことの中で発表できそうなことを発表していって、ほう、重大なものがあった場合は、うん、もう罰ゲームですなんかこう自分のトピックを上げていって、うん、重大やったらもうダメ。おお、ダメ。サムネ詐欺があるから重大発表じゃないっつってんのに重大発表があったらあかんわけや、うん、アンチテーゼやな。アンチテーゼ、そうそうそう、もうだからあの本当にあの興味ない人はもう今すぐブラウザ買って視聴維持率50秒とかでいい。あ、いいな。いい、いや、いいから自分たちのトピックを発表していって重大なものがあった場合はもう罰ゲームです、うん、もう罰ゲームどうしようかな。罰ゲーム、そうやな、あ、なんか小屋しかなんか食べるかホームセンターと小屋しか買ってきて食べようよ大丈夫やろでは重大なもんないようにしてくれということで、ちょっと今年のトピックを発表していきましょ う。まずあれやな、ほんまにもう困った話だったけど、うん、ベンツが故障しまして、ほう、電気系統がやられまして、はい、修理に、はい、出しました。おう微妙なとこつくね。嘘やろ、重大かも重大かな。もう なんだかんだ6年ぐらい乗ってるから、そりゃじゃあ別に壊れるか。そうやろ、全然全然せえよ別にじゃあせえ全然重大買ってすぐやったら重大発表。危ないとこれ。先月買ったベンツ壊れました。ちょっと重大かもしれん。 お盆期間に生ゴミを捨てなあかんわけ。お盆期間やとしてもまあ出す日があるからね。そうやな、休みではないからな。で出しに行こうと思って、うん、外出たらもう回収されてたそれめっちゃ大事じゃないやばくない、それ。めっちゃ重大やな、それ玄関に置いとくだけ3日。3日も生ゴミを。いや3日ぐらい置くやろ。3日ぐらい生ゴミ置いてたやろ。やばくない。やばくないやろあのさ、うん、36やん、うん、36やねん、うん、36なんやけど若干40肩やねん。おおおおここがな、なんかこれが痛いのよ。やばって思った。まあ40肩は命に関わらんからな。そうやな、重大ではないよな。重大ではない。まあ年取ったらみんな来るからね、大体。これがあの肩がんとかやな聞いたことない。肩にできるからか、それは重大かも。重大や、全然セーフ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 。台風が来たやん。ああ、今年な、大きいの来たな。今年なのか去年になってるのかわからんけどあの時俺の部屋の窓閉め忘れて、おお、ちょっと窓際濡れたその程度ですんだえ、それすごいことやんか。あの台風やね、記録的やったやで、あれちょっと濡れただけな。ちょっと濡れただけです。やばくないそれそれめっちゃ重大な話やん。研究して学会とかに発表する。どこが風向きの話やろ、あんな建築学会がさ、君んちに申し寄せてさ、なるか。この構造やとそうやみたいな。すごくない、小屋敷食うかこんなもんで食うか。うん、重大発表か、あるかな。娘が誕生日を迎えたわ、今年。おお、迎えるやろ、そらセーフ。いや、セーフすぎるやろ当たり前の話したら今3日前、お久しぶりにクラシックミニスーパーファミコンをやりまして、なんかカセット入らへん。そうそうそう、マリオカートを久しぶりにやったわけよ。で、まあいけるやろうと思って 150cc を選んで、うん、マリオサーキットがやったんですよ。おお、6位やったわおお、絶妙絶妙。8位じゃないんや。4位でもね、6位ね。6位やったわ、絶妙やでも5位でも8位でも扱いしようやな。6位なんていうのはもう最悪やから。どっちにしてもポシュンって消えたからほんまに並んで移住員やから全然できひんなってたわ。どうでもいいなあ、そう、最近気づいたけどさ、うん、娘っていうのはすごいお母さん子や、うんうん、てか子供っていうのはすごいお母さん子やんか。まあ基本的にはお母さんとおるからね。そうやろ、でも最近気づいて、うん、最近気づいてんけど、うちの子たち、旅行とか
遊びに連れていくやん、うん、遊びに連れていくって言ってもその公園とかじゃなくてちょっとお金のかかるテーマパークとか、はい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 、あのプールとかで連れていくのよ、うん、その翌日から2日ぐらいまでの間は、うん、すんごいすり寄ってくこれ大変なことじゃないバレてるやんちょっと金の匂いを感じ取ってんなお金の出所を分かってきてるちょっと怖くなってきたな3歳やでちょっと怖いな怖くないめっちゃ怖いやんこれ3歳で書き取るんや3歳学習してきてるなめっちゃ怖いねあのだからさ旅行あのホテルとかちょっといいホテルとか泊まるとさもう俺から離れへん分かってるでこれ分かってきてんな媚び売ってるで怖いな怖いでこれしかも女の子っていうのは怖いね確かにな怖いでこれ将来的にどうなるんやろうとパパ活とかしてきたらどうしようと思ってこれ大丈夫大丈夫。よしよしよし。末恐ろしくはあるけど。末恐ろしくはある。まだ今は別にまだ分からへんもんね。前段階や。うち、うん、あの保護した子猫、まあ猫がおるんやけど、親猫の方かな。まあ、まだ発情期来るわけですよ。メス。メス。もう。もうあんわん結構うるさい。それ大事なことだよ。すごい大事なことだと思うぞそれ。まあ生物としてそれが正しいわけやから。すごい大事。よかったなってなるやん。あとさらに言うと、たまに夜おしっこ。朝起きたらおしっこ吹かないでも すごい重大じゃんいやそういうもんや猫のおしっこってすごく臭いね臭い大事なの君みたいなあの家にお金を入れてない人間が猫を拾ってきて余っさえ部屋を汚してるなんて思ったら親的には大問題じゃないかなすごいなこんな重大じゃないことすらこんな出へんか重大じゃないから出へんやと思うけどそうやな、まあ重大じゃないことって言ってまあそうやな昨日のご飯がちょっとしょっぱかったし出来合いのものやったからね出来合いのものをちょっと炒めたらちょっとしょっぱかったから、うん、ああもうこういう出来合いのものもしょっぱいって思う年になったかっていうことをとかやったらごまんとあるけど食べ物で言うとこないだ久しぶりにミスタードーナツ買ったんよおお3つ目でいらんなって思った君がちょっとそれはちょっとそれはちょっとあれやちょっと真偽あるぞこれはこれちょっと2つは食ったよ君がミスタードーナツ2つでお腹いっぱいになったってなったら何かしら異常をきたしてる可能性があるお腹いっぱいというかなんかちょっともういっかってなる胸が焼けたってことやろかなこそれ真偽やぞいらんくねもう3つあれこれちょっと真偽やなこれ勝者に判断委ねるか一応5つ買ったけどなこれは判断委ねようかなこんなを、うん、コメントでこれはちょっと真偽やなこれで重大ですとか大変ですってなったらちょっと君肥やしたってもらったこれ真偽みんなコメントで重大か重大じゃないか言うてくれあのアリってみんな甘いものに寄ってくると思ってるやんかあれって実は甘いもの好きなわけじゃなくて、うんうん、塩気とか、うん、油とかに寄ってくるね意外におうおうおうまあ当たり前なんやけど、うん、生物やから生きるのに必要なものをパクってくるんだけど、うん、あの気をつけた方がいいで鼻水とか噛んでさ、うん、ゴミ箱捨てんとさあの枕元に置いたりするやん、うん、寝てる時に鼻噛んだら、うん、翌日アリワンサが来るでマジであんなに来んねんめっちゃ来るお前びっくりするぐらいアリ寄るでこれは、うん、トリビアやなやっぱり鼻毛出てる出てるどうする一回さ鼻毛出てることをさ、うん、あたかも重大感のように動画作る謝罪動画みたいなのしてさいついつの動画で鼻毛が出ておりましたみたいな不快にさせてしまったことを謝罪するみたいな何個あるか分からないんで鼻毛出てるいやいっぱいいっぱいなんでそんな鼻毛出るの切っても切っても伸びるそれ一回さ検査してもらおうやなんかえげつない毛量なんやね多分もともと毛量すげえからな君もしかしたらなんか新種かもしれないそれやったら重大発表になっちゃうからさ検査しに行くか一回鼻を鼻毛クリニックみたいなあのか切っても切っても出るんですけどなんでですかねって言うシャンって言われるこの間はい、同級生のゆかちゃんが来たやないえ来てない来たよめっちゃ重大発表めっちゃ怖いやんめっちゃ重大それでほんま来てなかったら重大そうやなやばいやばいなびっくりやびっくりやでその来た時に、うん、ズボンの、うん、またずっと破れてたわびっくりするくらいどうでもいいなこんなどうでもいいことあるかなっていうくらいどうでもいいなすごいなよくそんなどうでもいいこと言えたなうーんもうないなうーんないなないぞないな
終わるか。多分な、うん、これ見てる人の何人かは、うん、重大発表がありませんと言いつつ、うん、なんか最後に多分重大な発表があるんやろうなと思って見てる人いると思う、うん、マジでないね。ない。はい、ということで、重大ではないことをいろいろ言ってみたら重大じゃないことやから全然覚えてないという至極当然の結論に至りました、うん、時間の無駄やったなと思った人はこういう感じですよね。ぜひよろしくお願いします。本日はこれで失礼します。ありがとうございました。ここまで誰が見てんねん。やっぱ